早川橋梁早川橋梁は神奈川県足柄下郡箱根町の箱根登山鉄道鉄道線東野沢駅出産信号上間にあり早川に架か,かる鉄道橋である一般には出産の鉄橋として知られており箱根観光名所の一つとして多くの観光客に親しまれているまた現存する日本最古の鉄道橋でもある秋の紅葉時には 鉄橋上で数秒間の停車などの観光サービスが行われる。建設中の早川橋梁当初はアーチ型のトラスカ前カラダを新造する予定だったが、第一次世界大戦により資材の輸入が途絶したために1888年に製造され、東海道本線の天竜川橋梁にかけられていたトラスカ前カラダの一つを鉄道員から払い下げを受け、転用したものである。 しかし、払い下げのトラスカ前体を使用することから、佳橋の工事直前に、神奈川県知事から、箱根の玄関口である早川に、使い古しの橋を架けるのは景観を損ねるという意見が出るなど、あまり評判は良くなかった。このため、後に改築するという条件で工事が開始されている。1915年から工事が始まったが、深さ43メートル。 幅60メートルという深い谷に加境するため、大規模な総木製の足場を組んで作業を行った。このために使用された丸太は約1万本とも言われている。しかし、本稿掲載の1枚の建設中の写真以外の資料が全く残っていないため、建設工事の詳細は明らかになっていない。完成は1917年5月31日で、 翌日からは足場の解体にかかるという、その夜、暴風雨により、早川が氾濫し、足場は全て流出してしまったが、鉄橋本体には全く影響がなかった。1923年9月1日に発生した関東大震災では、鉄道線が震災により甚大な被害をこむった中、元橋は兄弟をわずかに損傷した程度で、奇跡的に被害を免れた。 震災前は国道1号は鉄橋の出産信号場側で踏切によって平面交差としていたが震災後に国道側を掘り下げ立体交差となったその後改築の話は出ておらず1991年に神奈川の橋100線に選ばれ1999年2月19日には減損する唯一の連行今後200フィートケとして 登録有形文化財に登録されている。近代化産業遺産にも認定されている。元橋の形式は、単純下地ダブルワーレントラス式鉄道橋で、橋長61.0メートル、川底からの高さは43メートルである。早川橋梁側面図、ダブルワーレントラス形式は、ラチストラスとも呼ばれ、渦に示すようにトラスにおける、 謝罪が X 上に配置されている構造である。この形式では、謝罪が部材中央で交差しており、この位置で謝罪同士をピンにより連結することにより、強い圧縮力が作用したとき、謝罪が折れ曲がる、雑ツ現象を起こしにくい特性を持つ。したがって他のワーレントラス形式よりも、謝罪を細い部材で構成することが可能である。一方、 もともと非電化路線であった東海道本線のトラス構えからだを流用したため、トラスの高さは 5283mm と、電化線区のトラス橋としては低い。このため河川の高さを低くできる合体河川が使用されているが、それでも電車はパンタグラフが折りたたまれた状態に近い形で通過する。早川橋梁。ありがとうございます。